はい、カメラマンの石山です。今日はですね、キャノンさんの、R3 アイカップなんですけども、品番としては ER の H アイカップって風に書かれてますけども、今もうちょっと取り付けてしまっていますけども、こちらのねアイカップなんですけども、これがですね、まあ何かというと破損した2つです。ここがね破れてしまいます。ビリッと切れてしまいます。なぜか2つとも右側の下が切れた状態ですね。これもそうですね、右の下がビリッとね破れてしまいました。なぜそうなるのかっていうのがね、ちょっと微妙に原因はわからないんですけども、レンズがついた状態で肩からかけてる場合は、私はこういう風にね、レンズを外に向けてなくて、内側に向けて少しこうなってます。なので、ここのね、キャップが外れやすいっていうのもあるんですけど、まあ、それで、アイカップに関してはそんなに擦れてないはずなんだけどなと思いつつも、まあなんかこう覗きながら、圧縮してたりとか、あと、何か、これをやって、てるからの影響ではないと思うんですけどね。なんでかわからないんですけど、右側のここの角がね、全部こうやって切れていくっていうのがね、まあ、2つ目。だから1年持たないかなっていうぐらいの感じですね。金額的には1600円ぐらいだったと思うんですけども、まあそんなに高いものではないですけども、ただ発売された当初は部品として扱われていなかったので、サービスセンター、量販店の販売がなかったんですね。それが、量販店でも取り扱いができるようになったという形で、今量販店でね、買えるようになりましたけども、これもね、ちょっと在庫があまり、いつでもあるという感じではないですね。私も、他店から、まあ、大きなね、全国展開している量販店さんですけども、他店から取り寄せして、2日ぐらい待って入ってきたっていうね、感じでした。まあだから、各店舗に在庫してるというようなレベルでもなくなってるのかなっていう感じです。製造元としてはですね、メンドインジャパンですね。メンドインジャパンなんですけど、柔らかくてね、とても、まあ、私はね、裸眼ですけども、メガネの方なんかも、ここ、やっぱソフトなので、すごくいいのかな、という気はしますけども、まあ、それにしても、ちょっとね、割れすぎかな、というね、なんかそんな感じがします。もう少し、素材を変えたものを、部品として発売してくれてもいいんじゃないのかな、っていう気もしてますけどもね、割れないタイプというかね、まあ、今回三つ目なんですけど、これが切れた場合は、ちょっと純正じゃないやつを一度試してみようかなと思ってます。R6 系とかですね、R5 系のアイカップの部分のような形で、これちょっとね、ソフトではなく、こうクッションがあるタイプではないんですけども、まあ、サードパーティー製のね、メーカーから、このアイカップに関してはちょっと出てたみたいなので、それをつけてみようかなと思ってます。で、中にはね、すごくこう、ここがね、長いやつをつけてる方もいました。まあ、それは私はこう、しっかりとファインダー近くで見ていきたいので、まあ、メガネかけてる方のね、感覚はちょっとわからないですけど、私はまあできればこうファインダー近いところで見たいなとか、隅々まで見たいなと思ってるんでね。それではないかなと思いつつ、まあいろいろと、まあダメだったらね、試そうかなと思います。で、この上のね、ホットシューのところのカバーもね、R3 の本来の純正品は一応持ってるんですけども、やっぱり外れやすいので、R6 の Mark II とかね、R7、R10 なんかの、ホットシューですね。そちらと一緒のやつを今入れて、で、さらに、私はパーマセルというね、テープがありますけど、黒のパーマセルで、
覆いかぶせてます。で、使うときだけそれをね、テープも剥がして、ホットシューカバーをね、外して使ってるという感じですね。競馬場なんどで、まあ、コース脇にいる場合はまだいいんですけども、コース内に入ることも多々あるんですね。で、そういう時に落とし物してしまうと、やはりちょっと、レースの方にね、影響出てきたりとかもするので、落とし物は絶対しないっていうのがね、ありますので、まあそういう安全面も考慮して、こうテープ止めてたりね、してるんですけども。で、これがね、たまに外れてしまったというような方もね、いらっしゃるんですけど、まあこれは私は今まで、でも一回外れかかってたことがあったかな。うん、で、だから多分そういう時に引っかかって、ここがビリッとね、破れたりするんじゃないのかなっていう感じはしますけどね。まあ、どちらにしてもこれ、部品としてね、部品というか、部品でいいのかな、量販店で購入もできますのでね、必要な方は行ってみてください。ということで、とてもね、短いですけども、ありがとうございました。